いつもにいびチャンネルを見ていただいてありがとうございます。渡辺悟です。今年もですね、京都グラフィーに行ってきました。京都グラフィーというのはもう11回目を迎える、世界的な写真祭で、京都のですね、例えば二条城であるとか両側院であるとか町屋であるとか、いろんなですね、場所を使って写真の展示が行われるイベントなんですけども、それと同時にもう一つですね、京都市内のギャラリー、今回は111箇所のですね、展示が行われているところを集めたものをですね、KG プラスと呼んでいます。その KG プラスのプログラムディレクターの中澤祐樹さんに案内してもらいながら、いろんなところを回ってきました。京都グラフィーではですね、この KG プラスのパンフレットが配られています。このように番号が打たれていますので、今回の動画もですね、番号、このギャラリー内のこの番号をですね、紹介しながらお話ししていきますので、ぜひですね、京都グラフィーに行った際はこの KG プラスの号も見てみてください。さあ、これは01のですね、大徳寺。このお寺すごい良かったですね。ここではですね、拝観料として800円がかかります。 KG プラスは通常、無料なんですけども、ここでは拝観料がかかります。ただここは本当に行ってよかったなと思いましたね。ハリバンアワードというグランプリがあって、これは便利堂、コロタイプの便利堂が主催している写真フェスティ、写真アワードなんですけども、その受賞者が、受賞者の小島さんが展示をしています。このですね、このお寺とこのモノクロのコロタイプ印刷がですね、非常によく合っています。さあ、目を上げるとこうやって庭が見えるわけです。国際的なアワードで、なかなかね、日本人が受賞できないと言われていたんですけども、今回は日本人の小島さんが受賞となっています。さあ、このお庭とかですね、この建物自体を見るというのも京都グラフィーの楽しみの一つになっています。ここはですね、大垣書店っていう本屋さんの2階にあるギャラリーで、ここはね、現代アート系の展示を行えるような、作りになっていて、この京都グラフィーの期間中は写真の展示が行われています。この横山さんの、作品はアブストラクト、抽象的なものを扱っていて、やはり現代アートの中の一つという感じがしますね。もう一つですね、隣にはギャラリーハルクというのがあって、ここでの作品もですね、アブストラクト、抽象的なもの、これ川も水面を取ったシリーズになっている。このギャラリー、コンクリートの打ちっぱなしになっていて、非常に良い作りになっていました。これ写真というよりも現代アート系のものを多く扱うのではないかなと思わせるような場所でしたね。この大垣書店はですね、ちょっとですね、市内から離れているんですけども、この本屋さん、写真集も置いてあるし、カフェも併設されて、非常に、行くのに楽しいところでしたね。さあ、KG セレクト。ここではですね、10人の作家が展示しています。このロシアの女性作家ですけども、女子相撲を扱っています。日本の女子相撲というのは小さい頃はできるんですけども、大人になってしまうと、この土俵にですね、女性が入れないという問題があって諦めざるを得ないという問題があると。さあ、これの高橋光太さんはですね、南極探検家の白瀬信と、現代の探検家をですね、合わせた作品になっています。どのようにですね、この現代の写真、冒険家がですね、白瀬信の足跡を追うのかということを、調査しながら題材にして作品制作を行っています。さあ、この、フィリップさんのガレス・フィリップの作品なんですけども、父親が、リストラにあったために精神を病んでしまったと、現代のですね、問題として、疎外が挙げられると、彼もですね、この仕事をクビになってしまったことによって、疎外を味わいながら、精神を病んでしまうということを扱った作品になっています。さあ、この韓国の、作家もですね、韓国の中で高度に発達しすぎたですね、システムの中で若者が取り残されてしまっていると、その問題をですね、写真によって表しています。KG セレクトというのは写真のアワード、
になるわけですけども、まあ、現在においてはこういう社会問題を扱ったものが多くなっている感じがしますね。さあ途中でですね、この S 級のですね 3M から、ここはね、あの印刷の新しい技術としての UV 印刷というのがあります。これね、いろんな素材に印刷できて半立体的なものも作れるんです。そこで森山大道や浅田真史、金沙樹のような有名作家のものをいろんな媒体にプリントしている、アクリルなんかにも直接プリントすることができるわけです。さあこの西村さんの作品非常に面白かったんですけども、まあ、これはですね、瓶の中に写真を、日常的な写真を入れてっていう、これ流すのかな、そしてこれ革に印刷されています。紙ではなくて革の自体に、この皮膚を印刷することで触っていいんですね。その手触り感がまさにこの皮膚そのものでした。このおへそなんかはですね、ちょっとへこんでいるんです。この非接触のコロナ時代の反対側ですよね。さあこの作品なんですけども、薬品とか微生物を使って印画紙の表面を削っています。この削ることで新たな作品を作り出そうというのがこの作家の作品になっていますね。非常に美しい絵画的なイメージを持つものになっています。さあ芸術セレクト2つに分かれていて、これ京都芸術センターの方ですね、小池孝之さんの作品なんですけども、ここではロシアのですね、シベリア鉄道のものを撮ったもので、これバラ板のプリントになります。芸術セレクトの中では唯一バラ板プリントを使っての作品となっています。非常にクラシックなスタイルなんですけども、このプリントがものすごい美しいと、まあ小池さんはですね、ニービーチャンネルにも出ていただいている写真家ですね。この作品はですね、実は僕も購入しているんです。もう本当に美しいプリントになっていました。さあこのシャロン・リーの作品なんですけども、これはピンホールを使われています。でここでは、まあ、記憶の曖昧さというものをピンホールのですね、この甘い画像を使いながら、ぼんやりした画像を使いながら表現しようとしています。これがピンホールカメラですね。さあこの隣の、インドの作家なんですけども、今回のケージアワードのグランプリになっています。このケージ、プラスアワードっていうのは、これを受賞してグランプリを取ると翌年の京都グラフィー本体の展示が約束されているんですね。だから非常に人気のアワードになっているんですけども、今回はこのナディシュさんがですね、ナディシュワランさんが受賞ということになっていました。この作品はインドにおける LGBTQ を扱ったもので、彼らが集まるフェスティバル、まあお祭りをですね中心に撮影されたものになっています。インドはですね、まあ、性差別が非常に多いと言われるわけですけども、まあ、それを扱った作品になっていますね。さあ隣なんですけども、この後藤さんの作品は、このコロナの中で人と出会えないということで、マッチングアプリを使って彼女はですね、いろんな人と出会おうとしたわけですね。その様子をですね、作品化したものになっています。そしてこの、女性自身はすべて後藤さん本人のセルフポートレート。この背景はですね、IKEA の 3D を使って、3D 画像を使って背景を作っているということでした。こうやってコロナ時代にですね、人と会えないっていうことを、からですね、まあ、いろんなネットでの出会いというものを求めるわけですけども、まあ、そういったものが作品化されているのも、これも社会問題の一つと考えることができると思います。ここにはですね、隠し部屋もありました。さあこれはですね、ギャラリー姿という吉田明人さんの展示になっています。吉田さんはですね、今年の木村平賞のノミネートもにもなっていて、その作品とは別にですね、吉田さんはずっとバングラディッシュを撮り続けています。その中の、まあ、若い労働者たち、まあ、幼い子どもたちもですね、ここでは働き手となっています。船舶のですね、大型船舶のスクリューなどを作る仕事とか、解体の仕事っていうのがバングラディッシュでは多いんですね。その様子を撮っているモノクロ作品になっています。
この写真集はですね、購入したので、まあ、いずれですね、この作品もニビチャンネルで紹介していきたいと思います。さあ、これはシグマですね。シグマはですね、ずっと京都グラフィーのスポンサードをしているということもあって、まあ、特設ブースを持っています。まあ、こういった写真作品が並ぶ中で、非常に面白かったのが動画作品が良かったんですね。いろんな人にですね、一般の人に良い写真とは何かということをインタビューしています。撮りたいものが真ん中にバンとあって、もう綺麗にこれが、綺麗に撮れてるっていう感じが今のところいい写真ではない。当たりの角度とか、そういうのが全体的に綺麗に見える写真がいい写真だなと思います。吹きかけという山をちゃんと表現できてることがいい写真だと思います。自分がビビッとした角度的なのがあるね。あ、ここだなと思ったら、撮っちゃいます。さあ、ここはですね、お香のお店なんですね。そこが持っているギャラリーです。このね、作家なんですけども、まあ、京都在住で、存在であったり認識というものを写真で表現しようとしていますね。まあ、禅の影響も受けていると。まあ、これ京都ならではという感じですね。こういったね、そのお店がですね、ギャラリーを持っているのは京都非常に多いということに今回気がついて驚きました。さあ、ここホテルなんですね。ホテルの1階と2階にですね、写真の展示スペースを設けています。2階に上がるとですね、まあ、ホテルのまあロビーになるんですけども、ここもですね、自由に見ることができます。これもいいスペースでしたね。まあ、いろんなところにも作家の作品が展示されています。さあ、ここもホテルなんですね。ここでも3人の作家がですね、一つのテーマにおいて、作品制作をしています。このホテルのこのギャラリーっていうのも非常に良くて、横にはですね、まあ、カフェスペースというかですね、休憩スペースもあるし、まあ、作品を見ながら、いろんなものをですね、この、楽しむことができるようになっています。まあ、この、ギャラリースペースもですね、良くて、動画のですね、も流していたりして、いろんな作品を見ることができます。これ良かったですね、この展示は。これ日本人作家3人がの展示になっていました。さあ、横を見るとこんな感じです。まあ、晴れた日はね、外でもお茶を飲むことができるそうです。さあ、これがですね、案内してくれた中澤祐樹さんのギャラリーメインということになります。今回はですね、オサム・ジェームス・中川と平純の作品、どちらもですね、沖縄を題材にしたものになってます。このオサム・ジェームス・中川のものはガマというシリーズで、平純さんのものはこの不発弾を扱ったものになっています。こうやって不発弾が見つかると塚を作って処理をして、それをですね、海で爆発させて処理をするということでした。まあ、こういった沖縄の社会問題というものを扱ったものになっています。さあ、これね、サイアノの作品で、これはオサム・ジェームス・中川の作品です。これは米軍キャンプの金網にサイアノの因果書を押し付けて露光させたものになっているということでした。さあ、このギャラリーなんですけども、非常に良い雰囲気を持ったギャラリーでした。どうやらですね、昔倉庫だったみたいですね。なので、まあ、木張りの床であったり、天井には梁がむき出しになっています。さあ、これ、お布屋さんなんです。お布屋さんの2階がギャラリーになっています。そして、ここでは、キャノン新世紀の30周年展が行われています。この展示はですね、昨年、東京都写真美術館でも行われたんですけども、それを改めてもう一度、巡回という形でプリントをし直して、このブースにあったように展示がなされています。キャノン新世紀は残念ながら30年で終了してしまって、現在では違ったものになっているんですけども、有名な写真をたくさん輩出しています。これ大森克美さんですよね。で、蜷川実花さんで、で、奥にはですね、はい、沢田智子さんの作品、ID400 が展示されていました。ここもね、休憩するにはもってこいの場所ですね。ここはね、市内から非常に近い場所にありました。
さあこれはですね、この時代ギャラリーのアネックスガラージになりますけども、香港の作家の作品になっています。この作品ちょっと面白いのは、イラストをベースに、一度イラストになったものを写真家がですね、もう一度再構築して写真作品を作っているものになっています。香港で展示されたものと同じものをですね、今回京都で展示をしているわけですけども、この作家ちょっと面白いことをやっています。ここにですね、チェキが貼られているんですけども、これは来場者がチェキで撮られたものなんですね。さあこれチェキですけども、こうやって撮ってもらいます。今乗ってるの中澤さんですね。僕も撮ってもらいました。こうやってですね、2枚撮ってもらって、1枚は、展示をして、1枚は持って帰ることができます。さあここはですね、町屋になりますね。京都の町屋を使って、桶職人と写真家のコラボレーションということになってます。4人の写真家の作品と、桶屋さんのですね、このもの自体を扱っているものになっています。まあ、現代アートのものもあり、ドキュメンタリーたちのものもあり、さまざまな作品が展示されていました。これ桶ですよね。桶に投影されたものになっています。ここの場所もですね、すごい素晴らしいところで、なかなかこういうところを見る機会はないので、まあ、こういった機会にですね、京都に行った甲斐があるんじゃないかなと思います。展示もいいし、この空間自体も素晴らしいものになっていますね。やはりここでもですね、休憩することができます。お茶を飲むスペースがあって、まあ、座敷になっていますので、ここで疲れたら一休みということもできます。ここはね、現代アートもですね、もう非常にぴったり合うようなスペースになってましたね。さあこれ最後はですね、これ小川コーヒーになります。この小川コーヒーも今回からですね、まあ、京都グラビーと協力をしていて、中澤さんと僕とで、トークイベントを開いてもらうことができました。まあ、この小川コーヒーでですね、最後に、京都の方たちとお話をして、まあ、京都の夜が終わったという感じでしたね。丸一日、本当に中澤さんありがとうございました。まあ、ということでですね、京都グラフィーの中の KG プラスを紹介してみました。京都グラフィーね、行く人もいると思いますけども、実は KG プラスの方でも、まあ、様々な展示が行われていて、今回紹介したように、普段ですね、入れないようなところ、そして京都らしいところも見ることができますので、まあ、ぜひ行くときの参考にしてみてください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた。